こんにちは。こんにちは。フランス出身のサラです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。銀座に今いて、でこれから寿司を食べに行こうと思ってるんだけど、はい、お寿司は好きですか？もう大好きです。おー、よかった。普段って日本食とか食べる？あ、食べますね。はい、大好きです、和食は。お寿司と、焼き魚が大好きで。あ、魚が好きなんだ。魚が好きですね。はい、お肉も食べれますけど、魚が好きです。うんうん、普段はじゃあ寿司食べるとしたらどういうところに行ったりするの？回転寿司とか。あ、回転寿司とか、はい、あとスーパーとか。あ、そういった、まあ、ちょっと安めと言いますか、まあ、はい、お手頃の、お手頃な価格の、はい、まあ、今日はかなりいい寿司が食べれると思うんで、ぜひお楽しみに。楽しみにしてます。じゃあ行きましょう。はい、なんか日本のなんか伝統的というか、はい、昔ながらの和室。そうですね、素敵ですね。はい、乾杯。サラダと、もずく酢になります。はい。食材で苦手なものを嫌いなものございませんか？あ、ないです。苦手なものないんだ。その例えば、タコとかイカとか、いろいろあるじゃん。好きですね。あ、好き。うちも、はい。あ、イクラ？イクラ。ちょっと苦手です、うん。あ、そうなんだ。はい。いただきます。おいしい。フレッシュ。いや、おいしいです。うん、最近日本に戻ってきた。年末年始に1回フランスに帰って、うんうん、年末年始だから家族に会いたいみたいな感じで。あ、そうですね、クリスマスと、うん、まあ、おみそか。うん、その前まではどのぐらいいたの？日本に。日本は今9年目。9年目なのね。はい、長いねですね。うん、気づいたらもう9年ぐらいいます。はいはい。なんかフランスに戻ってちょっと日本食恋しくなったみたいなとかあった？ ありますね、もちろん。お魚はやっぱり、うん、海鮮とかは日本が、まあ、特に美味しい。そうだよね、じゃないですか、うんうん、なのでフランスに帰るときはそれはちょっと恋しくなる。あ、なるほど。フランスだとどこの出身？私南の方。南、もうパリがあって、うん、もう海まで真下行けばそこです。町の名前って？私も田舎出身ですけど、今どこ出身？田舎。あ、今母が住んでるのはマルセイユというか、うんうんうん、割と有名なマルセイユね、はい、そこで魚料理とかも食べたりするんだ？あ、食べたりしますね。生魚はあんまりないと思うけど。ないですね。焼き魚とか蒸したりとか分かんないけど、はい、そういうのが多いって感じ？多いですね、生魚はないですね、うん、お寿司はちょっと見かけたりするんですけど、うん、いいお寿司ではない。まあ、大体もうサーモンだけ。あ、まあそうだよね、サーモンと卵だけのお店。じゃあもずくがあるんで、あ、まあいいよ、それも。もずくも食べます。もずく大好きです。もずく大好き。もう必ず冷蔵庫に入ってます、もずくは。はい、もずくも日本に来て初めて食べたよね。はい、普通にスーパーで買って。なんか友達が食べてて、うんうん、で、え、これ何って聞いたら、これすごい健康って、健康にいいよって言われて。で、酸っぱいの大好きなので、あ、食べてみたらもうハマっちゃって、あれからずっと冷蔵庫に入れてますから、うん、こんなにいいもずくは初めてなので。うわ、すごい、うん、美味しい。まずく、普段のもずくとはちょっと違うか。違いますね、食感が違いますね。あ、食感が違う、うん、でも酸っぱすぎずちょうどいいですね。あ、今年は寿司は食べた？まだ食べてない。まだ食べてない。お寿司は最後は多分11月とかだと思う。ああ、そうなんだ、うん、もうだいぶ久しぶりで。じゃあ今年初の寿司ということで。待ちきれないで。待ちきれない。はい、俺も待ちきれない。結構食べてるけど。食べてるんですか？寿司は、はいはい、まあ動画で食べたりとか、うんうん、まあ、普通に回転寿司とかも行くし、うんうんうん、俺も普通に好きだからさ。何が一番好きですか、お寿司は？難しい質問だよね、それ。でも、まあ、普通なんだけど、マグロは好きだよね。美味しいですよね。うん、間違いない。間違いないですよね。うん、寿司を食べるときは、わさびは OK な方。欲しいです、欲しい。うん、なんか、辛いのダメっていう人、フランス人多い気がしてて。あ、本当ですか？なんか、スパイシーフードがあんまりフランス料理ないから、あんまり慣れてない人が多いっていうイメージ。確かに、間違いないなんですよ。うん、まあ、マスタードとか結構食べてて、フランス人は。あ、ただやっぱりフランス料理って結構、まあ、スパイスが全く入ってないので、メキシカンだったりとか、はいはい、タイ、インド料理とか食べれない人が多くて、うん、私も日本に来るまではそうだったんですけど、でもフランス人は確かに苦手な人が多い、うん、そうだよね、うん、日本に来た理由は何？理由は何し日本へ？
私は、うん、長いですけど、あのそのあのあストーリーが、はい、はいはいはい。でも最初のきっかけって何なの？最初のきっかけは演劇。演劇？うん。珍しい。なんかアニメとか漫画とかっていう人が多い。なんかフランス人すごいさ、日本文化すごい人気じゃない？うん、もうアニメはほとんど見た、まあ、子供の頃はちょっとだけ見てたんですけど、うん、あれから見たことないですし、漫画も読んだことはない。どういうの見るの？お芝居をやってて、うん、あ、お芝居を、子供の頃からやってて、はいはいはい、今はもうやってないんですけど、で、8歳の頃、なんていうの、その演劇の先生が、うん、世界中の演劇について教えてくれたんですけど、はいはい、その時に見たノートが歌舞伎。ああ、そういう、うん、本当伝統的な日本の、ザ昔の、はいはい、そうです。を見て、8歳だったので、うん、まあ、今でもそうですけど、やっぱ印象的じゃないですか。ああ、まあ確かに。でそこから、その日本の伝統的な文化に惹かれて、で少しずつ、まあ、日本ってどういう国なんだろうとか、うん、あと日本語を勉強し始めて、で今いるって感じです。ああ、そうなんだ。うん、すごい。なんかでも嬉しいね、そういう風に。演劇が好きっていうのはあんまり聞かないから。共感してくれる日本人の方いなくて。まあまあ、あんまりそうだよね。若い人たち特にあんまり見ないからね。ですよね。でもそこに銀座の、あの歌舞伎座が近くにあるんで。ありますね。うん、でもね、行ったことないですよ。行ったことない。実は。ああ、俺もない。ないですよね。そうそう。いや、行く、なんだろう、きっかけがない。行くきっかけがない、ね。だからやっぱ一人でさ、行かないから、ね。うん、なんかその勇気がないんですよ、一人で行くの、うん、でも。じゃあ今度行きましょうよ。あ、ぜひぜひ。歌舞伎1回ぐらい見に行きたいですね。歌舞伎1回見に行きたいね。うん、こちら、お魚のつみれと大根の炊き合わせ。はい。つみれっていう、イワシとかをチョップしてペーストにしてこう団子にしてるってやつ。ちょっと熱いかも。あ、結構熱いですか？猫舌な人はちょっと熱いって思うかもしれない。あ一口はちょっと危ない。一口サイズではあるからいけんじゃない？ちょっと示しますね。うん、うん、美味しい。これ美味しいね。うん、あ、すごく美味しいです、これは。うん、俺もこれ好き。すごいほっこりします。うん、あと俺ね、大根がめちゃめちゃ好きで。あ、分かります。おでんとかも大根すごい好きなんだけど、これの大根超美味しい。これ出汁がさ、染み込んでる。うん、分かります。うん、あ、美味しい。なんだろう、あったかい。あったかいね。うん、あそこに山崎っていうウイスキーがあるんだけど、うんうん、知ってる？なんか見たことある。見たことある、うん、ウイスキーはあんまり飲まない。何飲むの？やっぱりワイン。フランスといえば。あ、白ワインだけなんだ。赤ワインは飲まないんだ。飲めないですね、。でも、なんていうんですかね、ワインを飲めるようになったのも、うん、日本に来てから。え、そうなんだ。で、日本に来るとフランス人って言ったら、うん、ワインでしょって言われるじゃないですか、うん、で、ワイン飲めないんですって言ったら、みたいな、すごいがっかりしてそうな顔だったので。がっかりはしないと思うけど、ちょっとまあイメージがあるからね。例えばロシアだったらボッカ、メキシカンだったらテキーラみたいな。ありますね。日本は日本酒みたいな。ありますね。俺だって別に日本酒毎日飲んでるわけじゃないからさ。確かに。かなりステレオタイプスだからね。確かに。あれも申し訳ないなと思って。いや、ワイン飲めないフランス人なんて、ね、そんなことないけど。私一番あの日本に来てすぐ飲めるようになったお酒はお召しですね。あ、うん、もう自分用のお土産としてフランス持って帰りました。確かに、あの外国人の女の子はやっぱ梅酒好きっていう子多い。うん、本当に美味しいですね、これ。ね。うん。はい、ありがとうございます。左上から本マグロの、はい、トロ、はい、それからマグロの本マグロの赤身、マダイ、昆布締め、小肌、二段目がホタテ、スミイカ、マアジ、カスゴダイ。食べたことないやつは、うん、ホタテ、ホタテとでしょ、うん、これアナゴ。真ん中忘れました。これね、小肌。小肌、うんうん、味も食べたことない。味も食べてない、うん、あ、青魚は基本的にあんまり食べない。うん、お寿司としては食べたことないかもしれないですね。じゃあホタテ。ホタテから、まあ、初めてのホタテなので。うん、あ、思ってたのと全然違う。すごく美味しいです。甘みがあるでしょ。甘いし、なんか
私貝あまり食べないんですけど、いつもなんか海の味するかなと思ってたんですけど、全然そんなことなくて。ホタテはめちゃめちゃ優しいし、うん、甘みもあるし、すごい食べやすいから、めっちゃ美味しいですね。これは俺もすごい美味しいと思うよ。うん、わ、出会ってしまいました。出会ってしまった。よかった。出会ってくれてありがとう。美味しい。あ、OK。あの、すごいなんかホタテって人気のイメージがあるんですが、うんうん、食べたことなかったんですね、怖くて。まあ、特にあの順番とかないんで、うん、好きなものから。小肌？小肌？癖があると言ってますよね、うん、まあこの好きな人は好きだし嫌いな人は嫌いかもっていう。どうだろう、いきます。まあ好き好き好き、うん、お、うん、よかった。まあ全然好き好き、うん、まあ美味しい。一番怖いのが、うん、アナゴです。かなと思った、うん、アナゴって結構回転寿司でも普通に、うん、注文できる寿司だから食べたことない。ないですね。いつもだけど結構でも同じものばっかり頼むので、サーモン、マグロ、タイは必ず。タイはもうあのもうトップ。もうトップ。トップを超えてるぐらいの大好きです。はいはいはい、とハマチ。ハマチね。大体でもそれぐらいですね。うん。でもイクラはダメって言ってたじゃん。イクラダメっていうか苦手っていうか、うん、はいはい。得意じゃないですね。やっぱりその食感がプチプチプチする感じなんだ。あ、ね、うん、あ、ウニは全く違うよね。味が。ウニって海っぽい感じですか。香りがまず独特だし、食感もクリーミー、マイルドな感じで、そういうのが好きな人は好きだと思う。厳しそう。厳しそう。でもザちゃんとしたもう、うんうん、例えばオイスターとか。うん、あ、オイスター。うん、ま。オイスターダメ？なんかあんまり食べたことない。フランスでもオイスターはね、うん、普通に食べるけどね。いや勇気が出す。まあ、勇気が出すか、はい。まあ徐々にね。うん、そうですね。まあ今日はもうホタテが、ね、すごく美味しかったってことで、うん、新しいものが。確かに。でも話の流れとしてはちょっとウニがちょっと微妙そうだ、ね、確かに。まあ今日はないんだけど。じゃあ次。何しますか。でも好きなものを最後に残しちゃいたい。味じゃあ。あ、そうですね。味がありましたね。乗ってるのが生姜ですか。うん。これもお酢にかけます。かけるよ。うん。うん、美味しい。味が甘いよね。うん、美味しい美味しい、うん、あれもう少しあれですね、癖があると思ってました、勝手に。ちょっと卵いってからの、うん、いきます、アナゴ。優しい卵、アナゴちゃん、いきますよ。うん、食感が意外すぎます。美味しい、味はすごく美味しい。うん、すごい、あ、こんな食感なんだっていうのがちょっと意外ですね。予想と違った。うん、硬いものかなと思ってたんですけど、すごいなんかもうめちゃめちゃなんか溶ける感じ。そう意外。ふわふわな感じ。あ、そうですね。フラッフィーですね。うん。だからまあ美味しいです、普通に。うん、意外なだけで。すごく意外です。さあこれももう私の大好物しか残ってない。マグロ、もうマグロサーモン対ですね、トップ3。いや、これサーモンじゃないよ。ん、サーモン食べました私。いや、サーモンじゃない、サーモンないよ。え、ないもともとない。マジ。この一番右のはトロ。あ、そっか。あ、サーモンっぽく見えるけどね、色的には。でも確かに、じゃあマグロいきますか。美味しそう、これも。柔らかい。柔らかいね。美味しい。うわ。うん。うん。マグロも間違いないですね。マグロはね。うん。マグロ美味しい。脂も乗ってる。最高じゃないですか、それは。うん。うまっ。美味しい。美味しい。台湾いいね。台湾も。うん。
もどれも美味しかったです。あ、すごく美味しかったです。美味しいとこ残しですか、ちょっとして。そうなんですよ。あ、そうですこれまあ中トロぐらいなんですかね。中トロと大トロの間ぐらいですか。ですね、そうですよね。はい、あ、はい、すごい。イクラとウニと中落ちの小丼ぶりです。なるほど、言ってたやつが来たね。すごいでかい。すごいでかい。ちょっと俺もそれは想像してなかったわ。はい、ありがとうございます。実はウニを食べたことなくて、ウニってこういう味なんだよって、まあ、説明できないじゃないですか。そうですね。でもなんかなんとなく あのイメージを伝えたら、ちょっとダメかもとかって言われたんで、いや楽しみで、楽しみで。あの何でしたっけ、海のバターです。海のバター。おー、あの、分かりやすい説明ですね、はい、一言で終わったね。俺のちょっと頑張った感じプロは違いますね。プロは違うわ。で、しかもイクラとねと、これはあれですよね、中落ちって、これマグロ。マグロ、うん、でも、面白い展開は面白い。今後できましたね。噛みたいかもしれない。じゃあ、いきます。もうこれはもう幸せの味。これは幸せの味。美味しい。うん、ね、やっぱ最後にね、そう残していただきあって、うん、ハッピーエンド。ハッピーエンド。すごい柔らかい。うん、うん、うん、これはもうそのまま、はい、はい、そのままお召し上がりいただいて、はい、大丈夫です。ありがとうございます。これはもうアナゴが最後の戦いだと思ってたんですけど、うん、ラスボスが、ラスボス来ましたね。いやでも美味しそうです。どのいくらからいきます。あ、いくらからいく。いくら、ウニ、中鉢、マグロ、うん、久しぶり。いくら、え、でももう本当に多分8年ぶり。8年ぶり。あ、だからもしかしたらお酒出ますよ、結構。あの味の好みが少し変わってるかもしれない。確かにそうですね。エビがよいしょ、いきます。全然いけますね。全然いけた。全然いけます。あ、美味しい。うん。ウニが怖いですね。ウニが怖い。さあ、柔らかそう。これは柔らかいよ。すぐ切れました。このね、香り、やっぱこれね、説明できないって意味わかると思う。じゃあ、運命の瞬間。いきます。独特でも、うん、もう一回食べないとちょっと何とも言えないです。何とも言えない、うん、美味しくないことは絶対ないです、とりあえず、うん、食感は思ってたほど変じゃなかった、うんうんうん、意外と食べやすい。ウニもね、食べていくと慣れてくるっていうか。そうですよね。そうそうそう、多分今びっくりが多分、でも思ってたのと全然違います。もう少しなんてザラザラなイメージがありました。あ、はいはいはい、うん、確かにつぶつぶみたいなのがあるから。そうですね。でもいくらもびっくりですね。ちゃんとマグロだけ残してきれいにマグロこれはやばいよ、この中落ちは。これは絶対美味しいです、うん、落ちました。間違いないですよ、マグロはもう。いやね、どの食べ方でもいけますもん、マグロは。美味しい。あ、フルーツは別腹。別、もちろん。もちろん。もちろん。さっきまですごいお腹いっぱいで、ジーパンがもうパンパンとかしてたけど。もう別腹です。別腹ですか。よかったです。デザートはもう。めちゃめちゃフレッシュ。うん。うま、美味しい。美味しかった。すごく美味しかったです。ありがとうございました。いやいや、誰が一番美味しかった？誰が一番美味しかった？それか印象に残ってる新しいものを結構今回食べたと思うから。そうですね。一番美味しいなと思ったのがホタテ。ホタテ。ああ、なるほど。で、印象に残ってるのはウニ。ウニ。まあね。うちも美味しかったです。よかった。はい。ありがとう。ありがとうございました。はい。じゃあねー。はい。